物もらいで苦しむすべての人たちへ送る。はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでですね、タイトルとかサムネとかでもあると思うんですけど、僕がね、この目の腫れ、これ物もらいかどうかって分かんないんですけど、もう個人的に勝手に物もらいだと思って、で、松本清さんだったかな、で、抗菌の目薬を買って刺してたんですけど全然治らなくて、でなんか分かりにくいんですけど今ちょっと腫れてるんですが、これがね全然治らないからどうしようと思って、いつもだったら物もらいだったらその抗菌目薬やったら 2,3 日で治るんですけど、全然もう4日経っても全然状況がこう改善すらされないんで、目医者さんに行ったところですね、なんか目の腫れには、まあ、ざっくり言うと2種類あるっていうふうに言われてしまって、そのモノモライとかみたいなウイルス性のものと、まあ、単純に炎症で腫れてるもの でそのもし炎症で腫れてる場合はその抗菌の目薬やっても全然治らないみたいなこと言われてしまいまして、まあ、それで僕は一応抗菌の目薬しか打ってなかったので、じゃあ炎症用の目薬を処方しますっていうふうに言っていただいたんですけど、まあ、でも念のためその炎症の目薬で改善しない場合もあるんで、そしたら一応抗菌の細菌の用の目薬も処方しないといけないからっていうことで、念のため2つ処方しますっていうことで今2つ処方していただいてる段階ですね。で、まあ、経過を見て1週間ぐらいですかね、処方して、で状況が改善されないようであれば塗り薬とか使って、治していきましょうみたいな、なんでとりあえずこの1週間は経過待ちみたいな状況で今経過を見てる段階です。はい、まあまだ打ってないんですけど、もう打ってないっていうかまだ点眼してないので、まあ、もちろんね何とも言えないんですが、まあ抗菌の目薬を、結構打ってたんで4日ぐらいだから、もしかしたらその炎症の方なんじゃないかなって個人的には今は思ってるような状況です。まあ、なので、まあ、もしね物もらいとかって結構なりやすいと思うんですけど、苦しんでて全然その市販の薬で治らないじゃんって、やっぱ市販の薬ダメなのかなっていうふうに思う前に、もしかしたらこれは抗菌の方じゃなくて炎症の方かもしれないっていうふうに、考えてみて、で一回その薬剤師の人いると思うんですけど、まあ、松本清さんとかにも調剤師さんですかねの人に相談してみて、もしかしたら炎症かもしれないんですけど炎症用の目薬くださいみたいなこと言って炎症用の目薬で試してみるとか、まあ、そういうことをしてみるといいのではないかなというふうに個人的に思いました。ということでね、まあ、やっぱなかなかね、名医者さんも、まあ、薬自体の処方はそんな高くないんですけど、やっぱ見てもらうね診療代がやっぱ高いですから、保険適用されたとしても、まあ、できる限りね、市販の薬で治ると一番経済的にはお財布にいいのかなっていう、僕はそういうねちょっとお財布事情が懐事情あんま良くないのでっていうふうに思いましたので、皆さんに共有できればなというふうに思いまして動画撮らせていただきました。ぜひともね目の腫れで苦しんでる方いらっしゃいましたらご参考にしていただけますと幸いです。ということで本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございます。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。